どうもこんにちは、麦です。今日は麦は散歩に行くときにですね、前動画にも出てくれたロン君っていうポメラニアンで、妹のちっちゃかったベアちゃんにと一緒に散歩をするんですけど、プレゼントを用意しました。麦のじゃないよ、あげるんだよザヒルのおもちゃと、あと麦にはねちょっともう小さくなった服をベアちゃんにプレゼントしようと思います。まずは季節もの、ハロウィンね、一回しか着てません、洗ってます、洗濯済みでございます、ワンちゃん用の洗剤で洗ってます。サンタクロース、サンタクロースはね一回着せたんだけど、その時もすでにちっちゃかった。ベアちゃんちっちゃかったけど着れるやろ、ポメチはね。ちなみに僕は行けないので動画撮ってきてもらおう。あ、ベアやん来てくれるかな、ね、最後これがどうしてもね私気に入ってて捨てたくなくて、可愛らしいやつ、うん、着て欲しかったんだ、うん、洗って毛玉も取ってます。お気に入りだったのこれ。でも麦着たらなんかムキムキバチョみたいになるちょっと大きくなったもんね麦、はい、これをプレゼントします。ちょっとお下がりだけど T2 に入れたらちょっと上等に見えるかな麦も着れないでしょこれ、麦のじゃないよ、麦ベアちゃんにあげる、いってらっしゃい。あんまり暴れないですね、うん、大中小。大中小。これを洋服なんですけど、パンツも履いてます。めちゃめちゃ助かります。ベアちゃん草食べてない？そう。君も食べてない？お腹減るね。ベアちゃん、ベアちゃん、かわいいね。下に入ってる。もうみんなマイペースすぎて。こんにちは。ほら、こんにちはして。こんにちは。あ、今日はちょっとおじさんが来てないんですけど、ロン君のベアちゃんも草好きね。自由。かわいいおじちゃん。ベアちゃん。二人とも草に夢中。ダメだよ。ベアちゃん優しくしてね。ベアちゃんちっちゃいから。草おいしいですか？ダメでしょ。草おいしいですか？おやつ食べる人。食べる人。おじ、おじ、お座りしてください。あ、ろろろろ。座りしてね。ロン君も食べるかな。おいでおいで。ベアちゃんまだ食べない方がいいですよね。はい、お座り。お座りして。はい。お座り。お座りして。はい。ないね、麦取られたね、ロン君。ロン君、おいで。ロン君。麦。ないんだ。もうちょっと君は大きくなったら同じの食べようね。いいね。美味しかった？美味しかったね。ほら、ベアちゃん可愛いよ。
も大きくなりますかね。どうですかね。お母さんたちがちっちゃいから。何キロぐらいですか、ママたち。2.3と1.5。じゃああんまり大きくなんないかもですね。わちゃわちゃしてる。ゆうちゃん今日風が強いから飛ばされちゃうよ。かわいいね。ロンくん、ロンくん美味しいの。美味しいな。ねえ、おりこちゃんこっち見てくれた。お、珍しい珍しい。しい。マイペース。トンくんとベアちゃんと遊びました。あげただけなのに、なんとおもちゃとかおやつをたくさんいただいてしまいました。麦好きなやつやん。麦？いっぱいもらったよ。かっこいいゴロちゃん。すいません。もう、ね、こっちの方が好き、ね、好きですよね。味ついてるのかな、食べたことないけど。なんかね、どうなんですかね。ゴロちゃんかっこいい。ライオンさんなってるやん。ライオンさん、コロちゃん、コロちゃん、あ、いいじゃん、ポカシャ、ここがこっち来てごらん、こっち来てごらん、いやね、ここに来てごらん、できた、いい、かわいい、かわいい、だって、あれ、カチやって、ほら、降りたらダメって、私が気になるもんね、パンして、パンして、パンして、かっこいいよ、コロちゃん、ライオンさん、似合ってるね、ということで、帰ってきました。改めていただいたものを出してみます。さっきゴロちゃんと箸で食べたでしょ。食べてみる。ミニマグロ、すごい美味しそうな匂いするよ。落ちた落ちた。ここここ美味しいね。このちっちゃいサイズすごい重宝しますよね。そしてじゃん、大好きなやつ、納豆。はい、間違いなく美味しいね。遊ぼっかね。